こんにちは、ワイルドキャットです。今は2021年12月2日の朝8時です。で、去年の4月にフィリピンから日本に帰ってきて1年8ヶ月くらい経ちました。で、その間、パイロットの訓練は中断してて、ずっと再開したいなと思ってたんですけど、見ての通り今そこに管制塔があって中部国際空港に来てます。というわけで1年8ヶ月ぶりにフィリピンに戻れることになりました。去年の4月ぐらいに YouTube を始めて、最初の頃は航空学校の制服着てちゃんとパイロットの話をしてたんですけど、その後レンタカー改装とか、陸送の仕事とかいろいろ YouTube やってきたんですけど、ついに今日フィリピンに戻って、パイロットの訓練を再開できることになりました。で、今12月2日で1週間ぐらい前だと思うんですけど、急にオミクロン株の話とか出てきて、いろんな国が、入国停止とかしてて、自分もフィリピンがいつまた入国停止になったらどうしようかっていうふうにヒヤヒヤしてたんですけども、今、この後2時ぐらいの飛行機でフィリピンに戻るんですけど、今朝の8時時点で日本人に対する入国停止は発表されてないので、どうやら無事フィリピンに行けそうです。よかったです。じゃあちょっと今回のフィリピン入国の手続きとかの話をしてみたいと思います。で、必要な書類はいくつかあって、まずパスポートと、でこれが今回のフィリピン入国のビザです。で、普通日本人が今までフィリピンに旅行とかに行くときってビザはいらなかったんですけど、今はコロナの関係で全員ビザが必要になってます。でもまだ、フィリピンは先日のオミクロンの関係で12月1日から観光旅行を受け入れるはずだったんですけど、今中止になっててビザを取るのは、仕事とか学生の人限定になってますね。で、自分は今回、所属する航空学校の方で働きかけていただいて、フィリピンの運輸省の方から、パイロット学生ということで、ビザが降りてます。これも結構大変でしたけど、自分がやったわけじゃないですけど、3ヶ月ぐらい航空学校の方に対応していただいてビザが取れたという形になります。で、の助けになるのが今回の、ワクチンパスポートですね。これもなくてもいいんですけど、あったら隔離期間が短くなったりして有利になります。で、次にこれが今回の隔離ホテルの予約証明書ですね。隔離期間はワクチンの有無によっていろいろあるみたいなんですけど、自分の場合は今回4泊だけになってます。結構短いですね。で、3日目に PCR 検査をやって陰性なら、4日目でチェックアウトできるという感じですね。4日目じゃなくて5日目にチェックアウトできるという感じですね。で、ホテルが、今回サボイホテルというところで、マニラ空港のすぐ目の前にあるところで、部屋から飛行機が見えたらいいなという感じです。で、次にこれが、ワンヘルスパスといって、入国の時の健康情報とか隔離の情報を一括して集めてるサイトみたいなんですけど、それに登録しておくことが必要になってます。で、この QR コードが自分の QR コードになってて、ここで情報を一括管理してるみたいですね。で、次に最後なんですけど、今回の航空券ですね。今回は、セブパシフィックで名古屋からマニラまで行きます。で、セブパシフィックって LCC なんですけど、以前だったら日本からマニラまで1万円とかで行けたと思うんですけど、今回コロナ期間で飛行機の座席の制限とかもあるということで、なんと片道で7万6000円もしました。普段だったら ANA とか JAL でフィリピンに行くより高いんじゃないかっていうぐらいの値段ですね。片道7万6000円です。預け入れ荷物40キロとか座席指定とか機内食は入れての値段ではあるんですけど、結構高いですね。普段のもう7、8倍するんじゃないかっていう感じです。で、セブパシフィックっていうと、フィリピンの LCC なんですけど、今回これから自分がパイロット訓練をする航空学校からも、日本人でセブパシフィックにパイロットとして就職できている人が何人もいるんで、自分も頑張ってそこで行けたらいいなというふうに思ってる航空会社ですね。今回の機材はエアバス320ということで、そういう会社にこれから行けたらいいなというふうなことは思ってます。
はい、そんな感じで。あ、そうだ、じゃあちょっと荷物の紹介をしたいと思います。今回の荷物です。まずリュックサックがあって、でパソコンの iMac ですね。でこれがフライトシミュレーターに使うラダーペダルの箱になります。結構大きいですね。で一番下にスーツケースがあって、まあ、この中にちょっとした日本食とか着替えとか、あとフライトシミュレーターの操縦桿が入ってます。で重さとしては、まあ、これが7キロで、この iMac とラダーペダルのセットが14キロで、このスーツケースが23キロで、まあ、預け入れ荷物としては今回40キロまで OK なんですけど37キロあります。セントレアの今日の国際線の出発便らしいです。下の2つは12月3日運行と書いているので、今日12月2日の運行は2便しかないみたいです。11時のタイ航空のバンコク駅と、あと自分が乗る1時45分発のセブパシフィックマニラ駅ですね。1日2便だけというのはとても少ないですね。飛行機の搭乗まで時間があるので、フライトオブドリームスを見学してみたいと思います。こんな感じ。まあ朝が早いっていうのもあって、平日だし誰もいません。ボーイングストアと飛行機の展示を見学してます。はい、なぜか着替えました。航空学校の制服です。でセントリアのフライトオブドリームスの中にフライトシミュレーターをやっているところがあるんですけど、今からそこでボーイング747のフライトシミュレーターに挑戦してみたいと思います。まあパイロット訓練生として本気で挑戦しようと思ってます。というわけで航空学校の制服に着替えてみました。では行ってみたいと思います。それじゃあ国際線出発ということでチェックインに行きたいと思います。今日残りの国際線はセブパシフィックだけなので、カウンター表示のところすごい分かりやすくなってますね。 B カウンターだそうです。あれ、なんかすごく人がいそうな感じがします。B カウンターすごく混んでます。意外と乗客がいるみたいですね。はい、お昼の12時になりました。で、まあオミクロンの関係とかあって、いつフィリピンが日本人を含む外国人全員入国停止にするかっていう瀬戸際だと思うのでヒヤヒヤしてたんですけど、無事航空券と出国のスタンプをもらいました。というわけで無事フィリピンに行くことができます。まあいつ入国停止になるか分からなかったので、気分としては映画アルゴで警察に追われながら離陸を待つベン・アフレックみたいな感じだと思います。はい、というわけでちょうど後ろにセブンの飛行機止まってますけど、これでフィリピンに行きたいと思います。ではまた。Hi, welcome aboard. Konnichiwa. Hi, welcome aboard.